こんにちは。今回は、妊娠10ヶ月に入ってからの妊婦健診の報告いきます。まず、今日で39週に入りました。残りあと予定日まで1週間です。楽しみ。でもね、まだ全然気配がない感じです。私的にはまだね、何もないですね。で、まず、10ヶ月に入って初めての検診が、7月30日36週の日です。で、この日から、妊婦健診が1週間に1回になりました。で、前回、坂子ちゃんだったんですけど、ここでね、またちゃんと普通の頭を下にしていてくれたので、もう回ることはないでしょうとのことで、帝王切開とかのね、話はなかったです。で、重さが 2636g、 まあ標準でした。とこの日は36週と5日の日で、もう先生にはどんどん動いちゃってくださいって言われました。で、まだね、胎動も激しくって、本当胎動がここ最近ですね、月曜ぐらいになってからかな、ここ3日とかそのぐらいから、なんかちょっと激しさが減ってきました。それまではね、もうボッコンボッコン、もう超お腹動いてたんですけど、今はね、なんかそんなにやっぱりこう下の方にはまってきたのか、動きもこう、まあね、狭いと思うので、ボンボン蹴るというよりグリーンってこう動いてる感じな態度が多いです。で、とっても元気よくエコーでも動いてるところを見せてくれました。で、次に行ったのが8月6日、この日は37週と5日の日です。そしたらまさかの、まさかの重さが3181ね、前回が2600いくつだったら500ぐらい増えてて元気だねもうびっくりしました。でかーって言っちゃってでもまあね、先生が言うには、まあ1週間でだいたい200ぐらいしか、シェンシェね、言うには200ぐらいしか増えないので、まあエコーのね、画像で測ってるだけなので誤差はあるけど、まあまあもう小さいってことはないからね、いつ生まれても大丈夫だよって言われたけど、もうこっちはちょっとヒヤヒヤですよね。ビッグベビーが出てきちゃうんじゃないかとドキドキしてますそんな予感で、この日から NST が始まりました。ノンストレステスト、お腹に2つくっつけるんですけど、赤ちゃんの心拍と針をこうグラフで出す機械なんですけど、それをつけ始めました。で、その NST で見る限り、まあ針もね、特にそんななく、心拍もね、元気いっぱい動いてたのでよかったです。で、次行ったのが、8月13日、今週の月曜日ですね、行ってきました。やっぱり1週間ごとの検診は早いですね。とっても嬉しいです、エコーが見れるのがで、重さは3140g、 前回より 4,50g 減ってるけど、まあどっちにしてももうすでに3000超えてるので確実に大きいですね予定日まであと1週間あるから、どうだろう、3500ぐらいいっちゃうかな、生まれるとき。ドキドキです。で、この日も NST をやってから妊婦健診なんですけど、なんかね、NST が結構ね、針が10分に1回ぐらいだったかな。結構大きい山になってて、もう2回目とかグラフに入らないぐらい振り切っちゃってて、だいぶ張ってるけど、痛みとかないのって見に来てくれた看護師さん言われたんですけど、全然、まあ張ってるなぐらいな感じで、痛みとか分からなくって、で、私まだ前駆陣痛ないんですよねなんて話をしてたら、
えー、これ前屈陣痛なんじゃないのって言われて、いいって感じびっくりしました。なんかどうなんだろう、痛みに強いのか鈍感なのかよくわからないんですけど、前屈陣痛来てるっぽいですよくね、なんか生理痛の痛みとか聞くのでどんなんかなと思ってたんですけど、もともと私生理痛がないので、まあ下腹部が痛いのかなって感じだったんですけど、なんかね、ほんと下腹部下の方が痛いまでいかないんですよね。なんかね、動いてる感じだから、またもしかして逆子ちゃんになったのかなと思ってたぐらいで、あんまり気にしてなくて帯同だと思ってましたでもそれは多分前屈だったのかな、なんかよくわかんないです。で、この日はあの内診があって、あの子宮口の開きを見てもらったんですけど、1センチだけ開いてました。でもまだ準備中なんでまだかなって言われたので、あと予定日まで1週間ですが、どうかな、なんか予定日過ぎそうな気がします。なんかね、何にもお印もないし、まあ、前屈は来てるのか来てないのかよくわかんない感じだし、来てんのかな今のところね、まあよく張りはします、張るんですけど、なんか気配がないですね。ちょっと陣痛ジンクスの焼肉とオロノミン C 食べなきゃですねで、明日から私の母親がお手伝いに来てくれるので、もうね、いつでもナコを預けて病院に行けるのでとっても安心です。まあそれはもしかしたら待っててくれたのかもしれないしねまあナコの場合は破水から始まったので5日前、予定日の5日前に生まれたんですけど、もしね破水から始まってなかったらもしかしたら遅れてたかもしれないですねでもまあのんびり赤ちゃんのタイミングで出たい時に出てきてくれたらいいなと思ってます。あんまりね大きくならない方がいい私的には嬉しいけど、でもまあ大きくなったからって難産になるわけではないので、で先生が言ってくれたのでのんびり待ちたいと思います。なこ、はい、なこちゃんねお腹もとっても大きくなりました。大きい、大きいねそれでは、妊娠10ヶ月の妊婦検診の報告でした。じゃあまたね、バイバーイ